はい、それではね、こちらアウトレットファブリックの紹介になります。で、この生地なんですけども、ナチュラルワッシャー加工がね施されてる、コットン&リネンのね、ベーシックファブリックということで、すごくねこう生地自体にね個人的なこの素材感ですかね、素材感とカラーがねすごくこういい感じでマッチしてね、その辺がねなんかこう魅力的にね感じる生地なんですけども、ちょっとね2、3点ポイントがねありますので、ちょっとねその辺説明させてください。はい、まずね、ナチュラルワッシャー加工ということで、このねこの加工がねこの生地とねすごくね相性がいいんですよね。見た感じなんかこう結構こういうリネンのねこうナチュラルなね雰囲気好きな方いると思うんですけども、風合いもねふわっとしたね風合いでねすごくね面白いんじゃないかなと思います。で、ベースになる生地なんですけども、今ねちょっと人気のあるよくこうウェザークロスとかタイプライターとかね皆さんご存知ですかね、その手のタイプと結構こう似てるね割と密度の高いこう生地なんですよね。で、麻が 20% 入ってますのでナチュラル感もありますし、もともとねこう張り感のある生地なんですけども、こういうね風合い加工をすることによってなんかね張り感がいい感じでね柔らかい風合いにねこう変わっているということで、その辺がねこの生地のね魅力的な部分なんじゃないかなと思います。で、個人的にね結構これいいなと思うのがカラーなんですよね。まずこのベースのねミルキーホワイト、ナチュラルなねちょっとこう少し色味がかったホワイトカラーになります。でね、あとこの3色もなんかこう並べてるだけですごく魅力的に感じるんですけどね、すごくなんかねこう素材感とカラーがねマッチしてて、すごくねどれも魅力的にね感じるカラーなんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次にね、生地の質感の方行ってみましょう。はい、で、生地のねこの厚みなんですけども、中肉厚ですかね、中肉厚より若干ちょっとねしっかり感のある厚みですね。すごくね厚いわけじゃないんですけども、程よいこうしっかり感がねあるね、そんな厚みになります。で、風合いなんですけども、この加工ですね、風合い加工がしてありますので、厚みの中にもやっぱり、ね、ナチュラルなねこう柔らかさを感じられる、そんなね風合いになってますね。程よい張り感もありますし、すごくねこう仕立てた時にねいい感じに出来上がるんじゃないかなと思います。はい、次ドレープですね。はい、ドレープなんですけども、程よいね張り感もありますので、結構ねちょっとの量でもね意外とこうボリュームを出せるんじゃないかなと思います。で、タックなんかもねこうやっていい感じにできると思いますので、ぜひね参考にしてみてください。はい、で次透け感ですね。まあ、透け感はねこの生地そんなにないんじゃないかなと思いますね。密度もありますし、程よいねこう厚みもありますのでね。はい、で生地幅なんですけども、これもね魅力的な一つになるんですけども、135センチありますので、これもね洋尺余裕を持って使っていただけるんじゃないかなと思います。で、最後に使い用途なんですけど、これね個人的にはねまずコートとかねこうジャケット作っていただきたいなと思います。すごくねかっこいい作品できるんじゃないかなと思いますね。あとねこうエプロンだったりとか、まあ意外とパンツとかねこうスカートなんかも程よいこうなんていうのこう厚みを生かしたねパンツスカートなんかもすごくねいいんじゃないかなと思います。これはねぜひね作品もねすごくこう素敵な作品できましたので、その辺もねぜひ参考にしながらねいろいろな用途でこちら作っていただけると思いますので、ぜひねその辺楽しんでいただきたいなと思います。作品のご紹介をいたします。まずこちらワンピースを作ってみました。フリップスリーブでね涼しげな感じのねワンピースになっております。で、襟元はですね緩やかな V ネックが大人の雰囲気なねシルエットになっております。で、前を V ネックなんだけど、こちらはですね後ろも V ネックなんです。で、なので後ろ姿もアクセントになるデザインになっております。で、後ろも素敵ですよね。
ね、そして、程よい、ね、A ライン調に広がる、ね、ワンピースのシルエットになっているので、もちろん1枚でも素敵ですし、こうして、ね、あのパンツと組み合わせていただいても、白で合わせるとホワイトコーデなんかも、ね、楽しめるんじゃないかなと思います。では少し張り感もあるので、シルエットとても、ね、はっきりと綺麗に出る仕上がりになります。そしてもう一つジャケットも作ってみました。こちらはですね、ノーカラーなんだけど、ボタンが上側に2つだけあるアクセントのある、ね、デザインになっております。上側だけに、ね、2つついているので、下は、ね、このようにこう開く状態になっております。なのでこうジャケットでカチッと着るというよりは、カーディガン風に軽く、ね、気軽に羽織れるという風な、デザインになっております。ね、一つあると、あの季節の変わり目とか、ね、秋とか春なんかにも活躍するんじゃないかなと思います。で、実は私もこの生地でパンツ作ってました。こちらになるんですけれども、あの少し、ね、張り感もあってサラサラしているので、履き心地もとてもいいです。で、あの張り感あるから、体のこうラインも、ね、こう拾わず、あまりシルエット出ないので、とてもいいんじゃないかなと思います。で、割とあの密度が詰まっていて、しっかりとした生地なので、ちょっと張り取りは、ね、もうね、しっかりはしているんですけれども、あのとても履きやすいタイプになっておりますので、ぜひ、ね、皆様もワンピースやジャケット、パンツなんかでいろいろ作っていただけたらと思います。